はい、皆さんこんにちは。今日は画像加工のチュートリアルをやっていきます。こういう画像のね、一部を変形させるようなチュートリアルをやっていきます。このね、キリンさん、これ元画像なんですけど、アフターがこれになります。で、以前にもちょっと同じようなあのチュートリアルをやったんですけど、その時はあの人間のね、顔とか体とかを変形させるやり方を紹介していきました。で、この画像を変形させる加工のことを歪みって呼んだりするんですけど、今日はその歪みについてもうちょっとね、深掘りしていこうと思います。で、 YouTube で Photoshop 歪みとかで検索すると、このね、マツコデラックスを痩せさせてみたっていう動画が出てきて、これとかね、 Photoshop の歪みっていうツールを使って、もうガーってね、劇的に細くさせるようなテクニックなんですけど、よかったらね、これも見てみてください。で、これは Mac でやってるのかな、 MacPC でやってるんですけど、こういうのが iPad でもできるんですね。なので今日はこの iPad アプリで歪み加工っていう歪みツールが搭載されているアプリを4つ紹介していきます。この前は Photoshop Fix 紹介したんですけど、他にもいろいろあるので、今日はね、一気にそれを紹介できたらと思ってます。じゃあまず最初に、その歪み加工ができるアプリ4つ一気に紹介します。まず最初が Photoshop Fix です。これこの前あの女の子の顔変形させたやつで、もう一つ目が Pixel Meter で、3つ目が Affinity Photo で、最後が Procreate です。Procreate はいつも使ってるお絵かきアプリですね。これでも一応歪みの加工が入ってます。で、画像加工でメインなのは、左の3つ、Photoshop Fix と Pixel Meter と Affinity Photo かな。なので、画像加工しっかりやりたい人はこの3つを使ってください。じゃあですね、まずはじめ、Photoshop Fix から始めていきます。Photoshop Fix は一番はじめ、左のプラスボタンから画像を選んで、今回はね、この猫のね、あの画像を選んでいくんですけど、一番初めに使うのがこの下の歪みっていうところです。歪みのボタンね。で、歪みのボタンを押したら、AI が勝手にこの顔をね、検出してくれて、こうやってこんな感じでね、目を勝手に大きくしてくれたりとか、あとは鼻とか口とかも検出してくれて、勝手に笑顔にしてくれたりとか、まあ、鼻を小鼻にしてくれたりっていうのができます。で、この Photoshop Fix の詳しい使い方はちょっと以前の動画であの出してるので、こっちよかったら概要欄の方から飛んでいってください。で、左下にワープっていうボタンがあるんですけど、このワープを押すと、もっと細かい歪みの加工ができます。で、Apple Pencilでこうやってギュってこう押してあげると、こう顔がちっちゃくなったりとか、大きくなったり、逆に大きくなったりとかもします。で、こんな感じでちょっとね、猫ちゃんの耳とか目とかをね、大きくしてみます。で、こんな感じで完成です。もう全然違いますよね。で、左上を押すとビフォーでアフターです。で、Photoshop Fix の特徴なんですけど、このアプリだけ唯一顔検出の機能があります。で、他のアプリも変形させたりとか歪ませたりはできるんですけど、顔検出して自動的にね、目を大きくしたりとか笑顔にさせたりっていうのは他のアプリではできないです。で、これは Adobe の、Adobe 先生っていう AI の機能を使ってできていることなので、Adobe 以外のアプリではできません。で、これがね、結構 Photoshop Fix の強いところかなと思います。で、次 Pixel Meter いきます。Pixel Meter はね、結構王道な画像加工のアプリっていう感じです。で、以前にもちょっと紹介しているので、よかったら概要欄の方から飛んでいってください。でね、画像これでやっていきます。で、ブラシのボタンが上にあるので、ここの中に歪みっていう項目があるんですね。で、これを押すと、さっきと同じように、なんかワープとか、あとなんだ、パンプ、ピンチとか、こうちっちゃくしたり大きくしたりっていう機能があったりするんですけど、まあ、メインに使うのはこのワープです。で、例えばこういうね、お尻とかをもうちょっと大きくしたいなって思ったら、このワープ使って、ちょっとね、サイズはここで大きくしといてあげて、
でギュッと持ち上げてあげると結構いい感じに丸みを帯びてくれます。でこんな感じでちょっとウエストも細くしたり肩幅を大きくしたりっていうのも超簡単にできます。でちょっとね注意してほしいこととしてはワープ、この人のところのワープをかけちゃうと背景のところも歪んできます。今木がね結構歪んでるの分かると思うんですけど、こういう風になってくるとあこれ歪みかけたんだなってもう一発で分かっちゃうのでこれは結構注意です。なので背景もねちゃんと見てあげて、たまにはこの背景の方も歪ましてあげたりとか、まあ一番いいのは超シンプルな背景のやつを選ぶのが一番賢いと思います。今回のだとねちょっとごちゃごちゃしててすぐに歪みかけたなって分かっちゃいますよね。まあでもピクセルメーターでもこれぐらいのことは簡単にできます。でこのピクセルメーターについてもうちょっと話しておくと、ピクセルメーターはねすごく簡単にレタッチの作業ができます。さっきと同じようにブラシのところを押すとレタッチっていう項目があるのでこれを押します。でこの中の修復ってやつね押しまして、で消したいところをこうやってなぞってあげるんですよ。そしたらもうすごく簡単に馴染んで消えていってくれます。なので皆さんね普段ね写真とか撮ったりしてあいらないもの写っちゃったなって思ったらこのピクセルメーターのレタッチでキュキュって消してあげるとすぐ簡単に消えます。例えばねここのスプーンのところとかももうがっつりなぞってあげるんですよ。そしたらこんな感じすごい簡単に消えます。でなんならこの右下のお皿かな、これお皿のところもがっつりなぞると消えるはず。これちょっとね変なとこなるけど何回も何回もなぞってあげるとこうやって馴染んでいってくれます。でまあなぞり方によっても結構変わってくるのでここはねちょっとトライアンドエラーでやってみてください。で最後このアイスクリームねちょっと大きくしたいなって思ったらさっきと同じように歪みのところからワープに行ってアイスクリームのところをなぞってあげるとちょっと大きくなりますはい、ちょっと持ってあげてください。こんな感じかな。はい、でこれがピクセルメーターになります。で次アフィニティフォトを紹介していきます。アフィニティフォトを紹介するのは今回初めてなんですけど、ね、これはアフィニティデザイナーって私以前まで紹介しているイラストツールがあると思うんですけど、これの仲間がアフィニティフォトです。で、機能としてはほとんどフォトショップみたいな感じです。で、インターフェースこんな感じになるんですけど、すっごいねたくさんツールがあって結構上級者向けなので今まで紹介してなかったんですけど、まあ、これからね紹介していければなと思ってます。で上のメニューバーの左から3つ目かな、これが歪みの項目になります。なのでここを選択した状態で始めていきます。で他のアプリと同じようにこうやって歪ませていくんですけど、アフィニティフォトの唯一いいところとしてはマスクっていうのがかけられます。下から2番目にマスクボタンがあるのでこれを選択した状態で、動かしたくない部分っていうのをなぞってあげるんですよ。ちょっとなぞってみますね。こういう感じで赤色になるのでここの目とか鼻とかっていうところは動かしたくないので、ロックさせてあげます。でこのロックされた状態でこの耳のところをねギュッて引っ張ってあげると耳だけ大きくなってくれます。この目のところは、動かないように固定されてます。でこれがアフィニティフォトのかなり強いところだと思います。他のアプリでねこのロック機能があるのはまだないかなって感じです。で Photoshop for iPad が出たら多分搭載されてるんじゃないかなと予想はしてるんですけど、今のところこういうことをしたいときはアフィニティフォトだけです。でちなみにこのアフィニティフォトアプリの値段がですね結構高いです。1000円から2000円ぐらいしたんじゃないかな、結構しますね。なんですけど高機能の、画像加工をしたい人にはおすすめです。でも私だったらそうね
Photoshop for iPad を待つと思います。もうちょっとだと思うので、まあ、でも気になる人は見てみてください。で、まあ、ここまでやらなくてもいいよっていう人はあの Photoshop Fix か、ピクセルメーター、これで十分だと思います。で最後ですね、最後プロクリエイトいきます。プロクリエイトいつもお絵かきアプリで使ってるやつなんですけど、これにも一応、歪みの機能が搭載してあります。で左上の調整パネルのところに歪みっていう項目があります。これですね、これを押してもらうと、下にバーが出てきて、この中から一番左のプッシュっていうところ、プッシュを選択した状態で、なぞってあげるとこうやってお腹が大きくなったりします。こんな感じかな。で、コツとしてはあんまりブラシのサイズを小さくしてこう細かく歪ませるんじゃなくって、ブラシのサイズは大きめに設定してギュッと持ち上げてあげた方があんまり合成感がないというか、あのうまく仕上がります。細かいブラシでやるとね、この場合だと毛の流れとかがすごいグニャグニャなってきて、あ、これなんか変なことフォトショップかなんかでやったなっていう風にすぐバレちゃうので、できるだけブラシは大きめでやってください。でこんな感じでビフォーでアフターです。もう全然違いますね。くちばしのとことかもかなりシャープにできます。でこのプロクリエイトの歪みなんですけど、これは基本的には画像加工をするためにあるものではなくって、絵を描いてる時にあの微調整したい時とかに使うものなんですね。例えばこのスパイダーマンとかで、頭のサイズとか位置とかを微調節したいなっていう時とかに、まあ、消しゴムで消してもう一回描いてもいいんですけど、それだと時間かかるし手間なので、この歪みツールを使ってあげて、この顔のね位置とかサイズとかを微調節してあげるんですね。でこれがプロクリエイトの歪みのメインの使い方です。なのでイラストの歪みの機能と思ってもらえればいいと思います。でまあ画像とかもねちょっとはできるよっていうぐらいで使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今日はこの4つのアプリ、歪みの機能を持った4つのアプリの紹介でした。で、このアプリによってね、ちょっとずつ機能が違ってくるので、いろいろ見てもらって、臨機応変に使い分けてもらえればいいと思います。で、この中で無料のアプリは Photoshop Fix だけです。その他のアプリは1000円以上するので、まあ、どのアプリ買おうか迷ってる人はこの動画でね、あ、これいいんじゃないかなっていう感じで決めてもらえればいいと思います。はい、ということでね、今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンお願いします。で、こんな感じでですね、このチャンネルではいろんなアプリ、 iPad のアプリを使いこなして iPad をね、もっとクリエイティブに使おうみたいな動画をたくさん配信してるので、まだチャンネル登録してない人はぜひポチッとしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。